ほど福島のを踊らせていただきました。続きまして秋田の郷土曲いやさか秋田というのをですね、皆様にご披露したいと思いますので、温かい手拍子よろしくお願い申し上げます。さあ、踊る前に一つだけ説明させてください。来年の2月の17日、宮城県名取市にあります、名取マスター公民館で、チャリティーよさこい開催いたします。昨年、このバババオークの方に参加されました江戸の花さん、そして、よさこい地区よっこしゃさんも、過去、震災で、いろいろとご支援いただいておりますけれども、チャリティーよさこい、それをですね、お客様の中で宮坂秋田を踊れるよというお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ中に入って踊っていただきたいと思います。宮坂秋田、よろしくお願いします。お願いします。
ってリードした若者に感謝し、月読み一同礼。